こんにちは、ゆるゲーです。あ、すいません、ちょっと鼻の調子が悪くて、今回の動画はこんな感じの声になるんで、ご了承いただければと思います。はい、ということで今年も JBF2024 年が開催されました。今年につきましては去年より倍以上の作品を持ってきたり、僕が所属しているグループの合作に初めて挑戦したりと、結構割と新しいことに挑戦したりと、とても良かったと思います。今回の動画は昨年と同様に、JBF2024 年の簡単な感想動画と、もらったものなどを紹介したいと思います。まず一番メインとなるのは、今年の3月にテレビ取材され徳島動物園の園内マップです。普段は徳島動物園に飾っているものを今回特別に持ってきましたので、来てくれたお客さんとかがテレビ見ましたよとか X で見てすごかったですなど言ってくれてめちゃくちゃ嬉しかったです。であとはまあ私2級建築士を取ったということもあるので、実際の土地を使って設計製図のプレゼンも作りました。まあちょっと本当はもっと話したいんですけど、まあちょっと喉の調子とかもあるので、まあちょっと今回はこの辺にしておきます。ちなみに来年の2025年で JBF は10周年ということなので、来年は今年以上に盛り上げたいなって思っております。はい、続きまして私が JBF でもらったものや購入したものを紹介したいと思います。まず私が身につけているこちらの T シャツは JBF で販売されていました。値段は確か3000円ちょっとで買いました。続きまして参加ビルダーさんのプレゼントのレゴのミニキットをもらいました。ちなみに今年はドクターストレンジのミニキットをもらいました。これトイザラスで800円で売っているもので、しかもこれ結構レアなパーツが入っていますので、これはもらってすごく嬉しかったです。であとはこちらの骸骨の赤い鎧のミニフィグをもらいました。でさらにこの JBF のボールペンももらいました。ちなみにこちらはタッチペン付きの3色のボールペンになっております。ここにジャパンブリックフェスト神戸ファンウィークドって書かれております。でちょっとそれるんですけど、物販でこちらも買いました。ジャパンブリックフェストのキーホルダー、これは確か600円で買いました。それとVIPパーティーでプレゼントされるミニキット、今回は大仏です。ちなみに去年は相撲でした。これも後で動画にしたいと思います。そしてVIPパーティーのミニキットはこちらのエメットのミニキットをもらいました。これ確か家にあったかなかったかちょっとわかんないですけど、とりあえずあったかなって思います。であとそれと今年の JBF のポスターが印刷されているプリントパーツとミニフィグのセットももらいました。毎回このプリントパーツの印刷の完成度とにかく高いので、これはめちゃくちゃ嬉しいです。であとは日高さんからいただいたテクニックアセンブリツールももらいました。ちなみにこちらは 3D プリンターで作成されたものになっております。であとは帰りにエドウィンさんから2つのミニキットももらいました。1つがバットマンで、あと1つは先ほどもらったエメットのミニキットです。であとはこれですね、じゃーん、こちらのレゴシティのレゴデリバリートラック、 JBF に来てくれた僕の親が買ってきてくれました。ちなみにこちら定価が1万4000円だったんですけど、コストコで1万900円で売ってました。ちなみにこれネットで見たんですけど、このレゴのマークやこのデザインは全部プリントパーツになっていますので、作るのがめちゃくちゃ楽しみです。であと最後はこれですね、じゃーん、ついでにじゃーん、地元のイオンで叩き売りされていたレゴスーパーマリオのピーチキャッスルと、同じくスーパーマリオのディクシーコングのジャングルジム、これを買いました。ちなみにピーチ城は5000円で買いました。ちなみにこちら定価が1万5000円なので、1万円引きで買いました。めちゃくちゃ安かったです。ディクシーコングのジャングルジムは確か定価が3000円だったんですけど、今回は2000円引きの1000円で買いました。いや、めちゃくちゃ安かったです。はい、ということで本日の動画は以上になります。で、最後になるんですけど、今回のジャパンブリックフェストを運営してくれたエドウィンさんや経絡の皆さん、そしてボランティアスタッフの皆さんにはとても感謝しております。本当にありがとうございます。2日目の最終ミーティングの時に、主催者のエドウィンさんやミキさんはほぼほぼ寝ずに運営管理されていましたので、もうすごい大変だったと思うんですけど、我々のようなレゴビルダーやレゴが好きな人のために楽しいイベントを主催してくれて本当にありがたいと思っております。で、さらに経絡の皆さんは今年の秋頃に開催される私主催のレゴ展示会にも来てくださりますので、 JBF で私の作品見れなかったと思うんですけど、まあゆっくり見ていただければなって思っております。で、先ほどちらっと言ったんですけど、秋頃に徳島県でレゴ展示会を開催したいと思います。いや、ちょっと喉の調子も悪かったりするので今回の動画では言えませんけど、6月の中旬ぐらいに、まあ、詳細などをちょっと発表していきたいと思います。まあとりあえず私はこの後、まあ、とりあえず喉を休めて来月の1級建築士の試験に向けて頑張って試験勉強したいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。